ざっと見ましたけど、やはり韓国パネよね、バイドゥパネよね、中国パネよね、いや、もう一回振り返すとやっぱ韓国パネよね。まあでも一番上に来るのはやっぱバイナンスの DX ですよね。あれがあったからやっぱ発言になんか自信があったんかなって。まあ突撃でなんか知ったかみたいな発言ですけどね。まああとはクアドリガ CX が、あれ本当にあのセルフボックスだけはちょっと本当に対策してかんと、仮想通貨って本当送ったらもう終わりだもんで、ね、そこら辺をうまくなんてなる分散型のまま中央っぽく管理するコインベースのあの秘密鍵クラウド保存じゃないですけど、そこら辺もやっぱ仮想通貨業界含めたパスワード管理の課題かなという感じ。いや、はい、2019年2月13日本日ピックアップしたニュースの紹介。まずは韓国仮想通貨取引所フォービ韓国が今話題のビットトレントトークン上場を記念して 100% ペイバックキャンペーンを実施しますよ。キャンペーン内容は12日から17日までの6日間行い、フォービ韓国に新規登録した後ビットトレントトークンを入金購入、ビットトレントトークンを購入するとその数量に合わせて 100% ペイバックしてくれますよ。まあ要は新規会員を募るっていう感じで、これなかなかあれですね、大盤振る舞いですね。まあ今の相場からすると買っとけば得なんで、韓国のフォービーで会員になっていない人は登録して今すぐ買いましょうということで。はい、次。アマゾンで売り手が商品アピールするライブ配信、アマゾンライブをスタートしましたよ。内容はアマゾンブランド登録を行っているアメリカの売り手に対してリリースした主張で、iOS のアマゾンライブクリエイトを通じて、デスクトップ、モバイル、モバイルアプリで自社商品アピールするコンテンツ配信できますよと。YouTube なんかでも、アマゾンなんか含めた物販サービスのアフィリエイト率っていうのがいいから、こういう商品紹介動画プラットフォームみたいなところは多分あれだろうね、 Amazon は YouTube を食いに行こうとしとるんじゃないかなって考えてますけど、まあとりあえずアメリカからで他国へ進んでいくってものはあれでしょうね、スマートロックとかそんな感じで流れかなと感じています。はい、次。韓国政府が3つのブロックチェーンベースサービスを規制サンドボックスで承認する可能性がありますよと。1月末までに88社の金融会社とフィンテックが3つのブロックチェーンベースサービス含めて105のサービスを申請して規制サンドボックスに参加していますと。で、韓国政府の金融サービス委員会 FSC は2月中旬までに40の優先企業を審査して実際に要件を満たしているか判断しますよ。まあ日本も規制のサンドボックスでブロックチェーンサービスなんか承認されて、緩やかに全世界的に規制緩和されているから、個人的にはすごいいい流れと思ってますよね。はい、次。ネム財団とネムラボが共同で資金提供に関する共同声明を発表しましたよ。内容はネム財団が資金援助の要請を支持する POI での投票を呼びかけましたと。まあ、要は民主的な多数決を集いましょうというところで、ネム財団、ネムラボ含めて最終的な目標はカタパルトと名付けたプロジェクトの開発と継続のためで、カタパルトを要は断念、中止したくないというのが一番の切な願いでしょうね。ここが中止しちゃうとスマートコントラクトと DAPS のネムのコア的存在というのが崩れかかりますからね。まあ一応は正念場。はい、では次。同社つきましたバイナンス CEO CZ がバイナンスチェーンテストネット2月20日リリース予定ですよ。まあ追記事はいいよね、これは出しては。まあ一応こんな感じで追して出していますと。追はあれだもんね、そのまま埋め込んでも著作権的にはブログでも有効利益がここは問題ないよねと言いながら、海外で仮想通貨ニュースやっとる人なんかコインデスクとかそこら辺なんかのやつをガンガンスクロールさせて記事見せとるんだけど、あれ英語とか日本語とかそういう問題じゃないよ、あれ大丈夫なんかな、あれって。まあそんなことはさておいて、ついに来ましたよと。これがあるから自信がある発言をしとったんだろうね、今までの裏付けがなければ言わん人だから、ちょっと前からなんかあれだよなと、妙になんか自信持っとるよな、デックスを嫌に進めるよな、当然ね何にも反映されてますね。まあこれは超期待ということで。はい、次。先週のイベントでペックシールドがビットコインの最大2100万コインの供給を増やす必要があるかもしれないと提案意見を言いましたよ。理由はブロック報酬が4年ごとに半分になって将来的に取引量少なく可能性があるので、マイナーがネットワークを保護する動機がないということ、つまり守る必要がないし、マイニングする必要ないか 51% 攻撃につながる可能性があってっていうのが理由だそうですね。まあもっともらしいとはもっともらしいけど、流動性と価値が下がるっていうところがありますね。2つのテストをしてみるといいですよね、異なるコインで供給量をそのまま絞ったままいくか、コインバーン含めて、それか逆に突然手のひら返して中央集権みたいにコイン供給量を増やして分散型から逃げていくみたいな、まあ何でもやってみればということで、いろんな案があるからですね。これだから技術関係は楽しいということで。はい、次。動画
で見ました。日本航空が人間の作業をモーターなどで支えるパワーアシストスーツを導入したと発表しましたよ。見たけどちょっと時代的には少し遅くて古いかなって感じましたけど、いや試すのとかはそれはいいんですけど、ちょっと遅いかなって。これぐらいだったら世界的にも雇るよなっていうか、人じゃなくてもいいよなっていうのも、試みは面白いんですけど、ちょっと取り組みが遅かったかなっていうのは正直感じます。はい、次、ユーハ未格闘と SNK がブロックチェーン位置情報ゲームリアルワールドゲームズ RWG に投資して業務提携しましたよ。 SNK はあれなんですよね、地味に日本国内じゃなくて海外なんかでも、特に韓国でひっそりとブロックチェーンなんかでも関わってやってますわね。いいんじゃないですか、日本頑張れって感じで。はい、次、 0X がマルチアシストプロキシーを発表しましたよ。まあ今開発を行っているプロトコルなんかの改善提案ということで、一番面白いのはこの ZRX トークンホルダーが18日からこの MAP 実装、要はマルチアシストプロキシーの頭文字ですけど、承認拒否の投票を行う必要があって、投票結果に応じて統合となりますよと。これ面白いですね。さらにいいのがバウンティープログラムも同時並行して、当然バグを発見したら、まあ最大1、10、100、1000万、10万、10万 USD までのバウンティーを提供しますよと。まあ当然開発なんかでバグはつきもんで、ここら辺も組み合わせるのがさすがブロックチェーン企業というか、さすがです。いや 0X は当然応援していますし、期待していますし、面白いです。はい、では次、スイスが今月後半インターネットベースの電子投票システムで脆弱性発見にバグのバウンティープログラムを提供しますよ。これ知らんかったんですけど、スイスで過去14年間に300以上の電子投票システムのテストを行われてきたけ、現在の規制では国民投票総数の 10%、 憲法改正の 30% に制限されている一方、現在の電子投票システムは安全でなくてコストもかかって操作が困難であるという、まあ、政治家なんかによって反対されてきましたよという、まあ、どの国もなんか寝ぼけた老害みたいな人はいますねというところで、バウンティープログラムでお互いに稼いで、いや出す方もそれなりの技術をもらえるから資金以上に稼げるという意味で、この開発に関するバウンティープログラムの付属っていうのはもう加速化していく流れでしょうね。これは、いや電子投票システム期待しています。はい、次、日本 GMO が円とペッグのステーブルコイン GYEN について今年2019年12月期中には海外でテスト計画ですよと。まあマイニングは諦めないとか、そのあたりの決算とかはいろいろありますけど、やっぱりこのステーブルコインが一番の個人的には目玉ですよね。諦めないのはいいけど、マイナス分野からは一回撤退するっていう、なんか勇気みたいな、世間的に言うとそういうのも必要ですわね。要は魚のいない池で釣らないという、まあステーブルコインはとりあえず期待ということで。はい、次、カナダの仮想通貨取引所ボイジャーデジタルがカナダのトロント証券取引所に上場しましたよ。取引所も上場っていう、これ流れになってくんですかね。正当な、まあ真っ向勝負な資金調達するとこですけどね。はい、次、高校生向けのアプリ開発プログラムの2019年2月13日開催全国大会の進出チームが選ばれましたよって。これこうやっても学校単位でアプリ開発なり、要は改善提案を自分たちで決めてチームなり学校なりで取り組んだと、これも学校行く必要があるのか、このままなんか企業じゃないけど起こした方がなんか早いんじゃないかという感じで、これ下手な、なんだろう、自分含めた人たちかなり多分優秀じゃないですかね。いや手と足を動かしとるという。はい、では次、アメリカバージニア州のフェアフォックス郡年金基金2つが仮想通貨に特化したモルガンクリークデジタルのブロックチェーンファンドに出資していたことが明らかになりましたよ。なかなか稀なケースで、これで資金運用してプラスになるという判断をしたんでしょうね、この年金基金が。さすがアメリカでなかなか賢いというか、日本もなんかこういうことやっていいんじゃないですか。これネズコみたいに絞った金は多分余っとるはずですからね。はい、次、先週7歳の子が 100m を13.48秒で走りましたよ。これもう本当すごいですね。技術の向上と食べ物やプログラムの適正化、まあ育つ環境も改善されていっているのか、身体能力っていうのが多分5年10年ごとになんか目まぐるしく変化していってることですよね。スポーツの世界見ていくと本当なんかすごい顕著で、野球しかりサッカーしかりテニスなんか含めてというところで、本当そのうちなんかねチーターみたいなのが現れるというか、まあ冗談じゃなくて、まあ人間の進化は無限ですねと。はい、では次、カリブ海ハイチ南部のアカンで刑務所から囚人78人が脱走しましたよ。やりすぎだろこれ。刑務所を警備する警察へデモ隊が押し寄せた際、どさくさに紛れて脱走、どさくさじゃないよねこれね。
そこら辺もなんかあれじゃないの、なんかデキレースみたいな感じじゃないのこれって。買わないですね。はい、次、新鮮キャップストーンがアライアンスチェーンのホワイトペーパー発表して北京友禅大学との共同チェーン開発研究室を設立しましたよ。まあ中国も各地方で地味じゃなくて派手に動いてますねと。はい、次、 IBM のカナダ部門と、これ読み方わからんすわね、製薬会社のボエヘアリングリンジェルヘイブ、よくわからん、これ読み方わからんすわ、こういう名詞でら難しいよ、と共用して臨床記録管理にブロックチェーンをテストしますよ。 IBM は本当幅広いですね。これでも読み方わからんな、これベーリンガーエンゲルヘイムかね、こういう名詞が一番難しいですわ。はい、では次、今話題になったクアドリガ CX 仮想通貨取引所の間違って100以上のビットコインをアクセスできないコールドウォレットに転送したと述べましたよ。いやこれ意図的じゃねえんか、これセルフボックスにも程があるわな、これだって亡くなった CEO としか秘密鍵を知らないってそれはあかんだろう。もうこれからはあれだね、セルフボックス対策が一番のあれでしょうね、ハック対策でしょうね。はい、では次、 Firefox に仮想通貨マイニングブロックを5月導入予定ですよ。まあ俗に言うマイニングリグするウェブサイトのスクリプトをブロックするためで、まあこれいたちごっこじゃないですけど、こういうのも仮想通貨対策、マイニング対策、まあここら辺をスパムなんかとみなして改善ソフトウェア開発に挑んでるんですけど、お互いやりつつやられつつで、うん、こんな感じのは増えていくでしょうね。とりあえず入れといた方がいいと思いますよ。はい、次、ブロックチェーン上の資金の流れ追跡するリサーチ会社チャイナリスがアクセルなどから3000万ドル資金調達したと発表しましたよ。まあ資金調達ニュースが出てこんとやっぱ仮想通貨業界もちょっと盛り上がっていかないかなという感じで。はい、次、コインベースが Google ドライブや iCloud を利用してコインベースウォレットの秘密鍵暗号化バージョンを個人用クラウドステージアカウントにバックアップできるようになったと発表しましたよ。うん、これ確かにいいけど、でもやっぱりクラウドにバックアップはいくら直の秘密鍵でないとはいえ怖いっすわね。別にコインベースを信用してないわけじゃないけど、これやった時にその秘密鍵をバックアップするための秘密鍵の要は暗号化というのはそこから逆算して戻ってくるっていうことを、まあそれ言い出したらあれだね、ビットコインのマイニング計算とかと一緒で膨大で無駄な計算させればいいというふうになるけど、そうだな、ここら辺もまあやらないかん問題だけど、なかなかクラウドに置くっていうのはちょっとうーんっていうのが正直なあれで、まあこれは触ってみてちょっと考えてみたいですね。とりあえずはなくしてもいいよなとから実験として。はい、では次、日本コインチェックが停止していたコインチェック電気を本年度2月20日からサービススタートを発表しましたよ。ちょっとここら辺の預け入れとかなんか含めてのサービスはやっぱ仮想通貨がもうね、去年の現在でいうピーク時に近くなって今度ちょっとなかなか流動性が見込めないのかなと感じていますけど。はい、次、ヒュンダイペイと韓国プサン市がブロックチェーンおよびフィンテック産業活性化のための MOU 締結を発表しましたよ。まあプサンのフィンテック活性化のためにヒュンダイペイとまあ協力したという形ですよね。この韓国中国なんて特にこの市、要は地方自治体って言えばいいですかね、とブロックチェーンに関連した企業がタッグ組んでスマートシティを中心としたハブ構築を目指していくっていうのが去年ぐらいからの本当流れが顕著ですよね。はい、では次、韓国の第4次産業革命委員会がプサンのベクスココンベンションセンターで国家モデル都市計画を発表しましたよ。で、内容はセジョンをスマートシティで、プサンをエコデルタシティにする計画ですね。まあ 5G フリー Wi-Fi なんか導入にして、データ管理セキュリティなんかにもブロックチェーンを適用し、自動運転やスマートサービスなどセキュリティ問題を生じる部分にブロックチェーン適用して安全性を高めようという改善案ですね。なんか韓国本当面白いな、これちょっとなんか本当引っ越したくなりましたね。はい、次、ビザ韓国が第4次産業革命に合わせてフィンテックを活用した決済サービス強化していくと発表しましたよ。で、内容はフィンテック強化のためにカードからクラウドでの移行、ビザのトークンサービス、都市のインフラと決済を組み合わせたビザレディに力を入れると発表しましたね。正月ぐらいだったかな、このビザトークンと有効期限なんかの証明書を韓国ビザは力を入れとって、これは韓国だけでなくビザ自体が、まあ、世界的に成功したら技術横展開はしていくのはこれは安易に想像できますよねと。なんかほんとこの国面白そうだな、見とるだけで楽しいですわ。はい、次、日本三菱 UFJ と墓前がブロックチェーン活用の支払いネットワーク、グローバルオープンネットワークの共同設立に合意を発表しましたよ。まあ UFJ は結局あれだね、この前は共同のなんか撤退したとか言ったけど、結局こうやってまあいろんなところでやっていくから、最終的にまあどっかのサービスが成功すればいいじゃんという感じで、まあ手を動かしていってほしい限りですと。
はい、次。バイドゥのクラウドサービス、バイドゥクラウドが、バイドゥブロックチェーンエンジンプラットフォームを発表しましたよ、で。このバイドゥブロックチェーンエンジンによって、開発者はモバイルアプリのように、ブロックチェーンアプリを開発できますよ、と。開発プラットフォーム化は、バイドゥも手を出してきて、がぜん面白くなりましたよね、と。はい、では次。韓国 SK テレコムが、ソウルで 5G スマートオフィスを公開しましたよ、で。この 5G スマートオフィスの天井、駐車場、廊下はもちろん、自販機なんかも IoT センサー設置し、センサー使用して空間の温度や明るさ指数など環境利用頻度各種情報はリアルタイムで収集してサーバーに送信されますよ。いや、パないね、パないね、パないねだね。で、集めたデータ使用して使用頻度が低い空間の再配置やエアコン制御など効率的なスペース管理を行いますよと。まあ当然 AI のディープラーニングが自動的に処理してくれると。韓国でもなんかほんとおもろいなこれ。ちょっとなんか真剣に引っ越しというか短期滞在でもいいから拠点を構えたくなりますわこれは。はい、では次。箱根の温泉旅館一の湯が2月16日より在宅ワークを導入しますよ。これ常に考えているのが在宅ワークはもちろん導入した方がいいんですが、こういう温泉なんかで導入するとどうやって在宅で仕事をしなできるのかな。接客業とかはなかなか、いやもちろんロボットがおって全部自動でできるっていう未来のシステムにもう変わっとるならいいんですけど、逆に旅館みたいに人がいた方がいい場所っていうのもあるから、そこら辺をどうやって在宅ワークにしていくんかなって、それが興味あるんです。いや全部 IT 化しとる仕事ならそれこそ出勤とか通勤っていう必要がなくなりますけど、うん、旅館なんかどうするんだかなって。いやお風呂とか全部自動で入れて掃除もしてっていうロボットの近未来のいいですけど、うん、それが非常に興味あるということで取り上げました。はい、次。北朝鮮が国際原子力機関の検査員による核施設検査の同意したと発表しましたよ。観念したのかどうなのかという一方、韓国大統領サイドはこの情報については全くコメントないということで、ないというより言えないというところなんですかね。とりあえずアメリカ北朝鮮サミットが終わってからというところでなんかお口にチャックみたいな感じですね。はい、では次がオーラス。ソンポジャパンとナビタイムジャパンがスマホアプリを車載対応するパイロットを実施すると発表しましたよ。ちょっとあの日空のスーツとかじゃないですけど、ちょっと心目はいいけど少しちょっと日本やっぱ始めるのが遅いかな。ナビがいらなくてスマホだけでいいものをわざわざ一つデバイスをかます必要があるのかなって。だってスマホだけで完結できるが別に車載対応にしなくてもっていうのがなんか結論が出とるんじゃないかな。やっぱやるのはいいけどちょっと日本遅いかなという感じで。はい、まあそんな感じでざっと見ましたけど、やはり韓国パネよね、バイドゥパネよね、中国パネよね、やっぱもう一回繰り返すとやっぱ韓国パネよね。まあでも一番上に来るのはやっぱバイナンスの DX ですよね。あれがあったからやっぱ発言になんか自信があったんかなって。まあドスゲでなんか知ったかみたいな発言ですけどね。まああとはクアドリガ CX があれ本当にあのセルフボックスだけはちょっと本当に対策してかんと、仮想通貨って本当送ったらもう終わりだもんで、そこら辺をうまくなんていうんだろう、分散型のまま中央っぽく管理するコインベースのあの秘密鍵クラウド保存じゃないですけど、そこら辺もやっぱ仮想通貨業界含めたパスワード管理の課題かなという感じ。いやいいですね、こんだけ技術情報なんか出てくると本当ワクワク楽しいという感じで。はい、まあそんな感じで以上2019年2月13日本日ピックアップしたニュースの紹介でした。そんな感じで終わり。